はい、こんにちは、イオンマサトです。今私はね、いるところなんですけども、実はね、ただの公園だと思ったら大間違いですよ、ここは。ただの公園とか、ただの空き地というのは、大変な間違いでございます。実はここね、今私が映しているところはね、過去にね、池だったところなんですけども、今回はね、もともと池だったところはこうやって埋められてね、現在こうやって工事しているんですけども、まあ、今後まあここは家が建てられるかなという感じはする場所に来てるんですけどもね、まあ、私がなんでここをもともと池だっていうのを言いましたかというと、実はね、この南方に八丈ヶ池とかいうのがあるんですけどね、で、まあ、で、八丈ヶ池がこの北側にありまして、で、こっちの道路をさっと行って、このちょっと太陽が眩しいから分かりませんが、この辺りの広場がもう池があるんですね。で、今回はこの南側、失礼しました、東側のね、金が今後、なんか大きく変化するということでね、大きな変化が、ね、起きる前にこうやって撮影しました。まあここはまあ私が小さい頃、まあって言うてもまあ中学高校生ぐらいまでだったと思うんですけども、池があった場所なんですよ。まあここら辺も自然も当時は豊富でしたから、まあ木々もね、今よりもたくさん生い茂ってましたからね、本当に自然豊かな場所だったんですけどね、やっぱね、将来ここら辺は道路が拡張されるということもあってね、まあ今こうやってね、道路が広い道路がもうできてますけどね、これができる前は当時はね、片側一車線だったんですよ。で映してる場所が池だったんですね。ここの東側の方を映してますけども、でもう一回ちょっと太陽は眩しいかもしれません、こう西側の方も池でした、こうも勝っては池でしたね。でまた戻します。でまあこういう左右に池があったっていう場所だったんで、当時私はなかなかここら辺行きそびれるエリアでした。なぜならば、まあ、また後にね、動画とかで披露しますけども、この周辺に危険、ここは入るなとかいう縦札があったんですね。まあ、当時の縦札はものすごく恐怖感を抱いて、私もここ歩くたんびにもそっぽ向いたり、うつむいたりしてね、この道をね通過してたんですよね。救急車が今ちょっと通過しました。ちょっと声がでかくなってすみません。まあってなわけで、まあ、当時僕もこのエリアはね、嫌な思い出しか残ってなかったんですよ。池がなくなるまではね。で池がなくなっても、やっとこの危険な縦札もなくなったんだということでね、まあこうやって現在では自由気ままに往復してるっていう感じなんですけどね。でまあこの南側が富岡になるんですけども、富岡方面行く時で今里方面帰る時とか、その辺がもう当時はこの2つの池があったためにほんまに行きづらかった場所のところですね。まあこういう昔のこの苦い思い出があった場所もね、今もうこれからこの東側は住宅地に変わろうかと思う、なんか住宅地にね変わろうかとしています。まあ当時の関係者が今ワンワンってやってますけども、まあもうあともう半年も1年も近く
1年もね、先になりますけども、こうやって家がプチンって建ったりすることもあるかと思います。まあ、今回はね、この東エリアの方がもしかしたら変わるかもしれないなと思って、今のうちにこうやって撮影しておきましたね。まあ当時、まあ、ここには池があったということをね、皆さんにお伝えしたいと思いました。こうやって撮ったんですよね。ということでね、まあ当時あった池が今後変わっていくということで、この動画を流すことになりました。ということで、どうもこの動画を見てくださいましてありがとうございました。